およそ3キロ先、福島方面です。およそ2キロ先、福島方面です。およそ1キロ先、福島方面です。まもなく福島方面です。5キロ以上道なりです。
北関東道水戸方面路肩に故障車が止まっています。注意して走行してください。国道福島方面の情報です。宇都宮インターまで25分ほど、那須インターまで55分ほど、郡山ジャンクションまで100分ほど、北関東道友部ジャンクションまで50分ほどかかっています。およそ2キロ先、鹿沼方面です。およそ1キロ先、鹿沼方面です。まもなく鹿沼方面です。5キロ以上道なりです。